よーし、やるか。はい。ユあ、ニオン。じゃあ普通にちょっと、普通にちょっと、ユニオンやりだっましょけ？あれ？共同作戦？あれ？どこだ？う。クープやろ。クープのアイコンがない。バナーがどこ？イベントからしか行けなくない？ユニオンレイドもいつもか終わっとってびっくりしたもんね。ブランとノワールで。本番で泣く？一日で。ドラノアして、ラプラスで一撃。1、1、2、3、3、3でいく？それいいんじゃねえかな。グランノワールどっちか任した。よいしょ。どっちも来た。で、ノワールは3は使わないで見る係でいいと思うよ。ああ、バース2人はとも。バーストはそのラプラスレフに任して。リーダーか。まずはクリアしたいな。ちょっと野良でやった戦い、やっぱクリアは全然いけんかったから。あら。ちなみにさっきのは3分いきましたけど、やすの声が途切れ途切れ。遠くに行くよ。なんで一番大事なとこで尻すぼみになるんや、お前はみたいな。冷蔵庫に行ったんかなぐらいの距離。なんか取りって言いながら、取り行きながら喋ってんじゃねえかね。カ冷レー、蔵庫行カったレー、けど、カそのレー、際カは、レー次に行きながら喋っとんちゃうんかみたい喋りかけられてるけど、今。どんだけこの忙しいご飯おかわりしながら。やっぱ決めてねえおかぞ。わりやめろって。よしよし。ピタピタピほタら、ピタって今はなんか、ね、しゃびしゃび音がする。カレー継ぎながら大声で今日は喋ってグるだリーンけやカもん。レーですとか言いながら。聞こえなかったです。音声。なんかね、声がほんと最後の波打ってて聞き取りにくかった。最後だけ尻すぼみ。なんか、波こっがあっちを言わない。今は大丈夫。さっきなんかすげえ波があった。声。鉄砲が遠かったかもしれない。場所変えました。そこに意図を感じるわけです。プロテクターを壊すんや。ここは3分乾燥して7000万ぐらいで 68% です。ああ、すげえな、やっぱ。だって殴り放題やもんな、ほぼほぼ。まあ、どうも。本当は当たり前だよ。あと、ラプラスとかも宝物のフル強化のあれぶっ放すんやろな、キャノンを。まだまだいけてないよね。いろいろ勘違いして。また 2段階までやってる。おい、3の人、3の人。ああ、はいはい。何ぼーっとしとんねん。デフの次はお前やん。一番ね、なんか青しモダニアより枯れて出始めた。宝物やっぱ強えよ。強えな。強化が大変やけど。これをまだ大丈夫、まだ大丈夫。よーし。しかも燃えて、燃えてしまった。うっかりスリップダメージもあんの、もしかして。うっかり。また俺生きていいの、これ。いいよ、いいよ。バンバン撃つんだ。こっち壊してみんじゃん。ああ、岩痛い。さっきの岩がね。あら、寝られてるかどうかわかんねえから怖いよ。しれっと壊しちゃってんの、マジっとる。もしかしてどうなんやろうな。まあ、だ壊れちゃい壊しちゃいけないやつはマジっとるから。あ、そうなんや。白丸ないはずですけどね。時間が短いんです。めちゃくちゃ。覚えていくのかな、2倍に。ガバリア貼る？クラウン入れるか。バリア貼るか、危ないから。ガバリアといえば？ノアか。ノア回転悪いから。2の人、2の人。攻略に書いてあったけど、まあ、もう一人。いけ。調子すごい。
なんか画面が止まってる。あれ止まってる。俺落ちた？あー落ちてる。あベッド頼む。落ちた。落ちた？うん、あ俺結局時間が。また切れたってこと？また落ちたん。された。あれくん。回線悪いね。回線悪いね。なんかこの金なんかひどいな、うん。回線が悪そうね。なんか兄ちゃん一人だけやもんね。なんかどうか。カラスが止まってんのかな、光回線。俺だけになってしまう。あー、じゃあ使って待っとこ。やっぱり岩が痛いですね、飛んでくる岩が。飛んでくる岩、割りゃいいんでしょ、ほっとくからいかんやろ。壊せるはずなんですけど、うん、めっちゃあれ壊せるんや。回するか、どうか。あ、多分あれ、一発多段ヒットで割るやつやから。うん、タミ打ちとかしてもしょうがねえから、うん、俺マシンガン係の担当。打ちよるけどな。デッドフードいいけど、そこだけの処理がしきれんっていう。5人デッドフードだとそれがきついけど、まあ、壁潜りゃいいんだけど。おねつ。あれ、挙動が必死に打ってると、あれ、挙動がわからん、本当に。別にあの。気がついたら目の前に。来る瞬間からも潜っとけ、死んだらとりあえず何もならんから、食らわなくて潜ってもいいよ、数秒だし。とりあえず終わってるで。気がついたら飛んできてるから、とっさに間に合わなかったりする。よう、あのね、モブの死に方してるもん。あっつって、目の前に岩があって死んでる。クラウン、バリアをクラウン入れるか。クラウンのバリアでいいんじゃね。いいよ、クラウンにしよっか。です。もう一人はクラウンどっち行く？ヒルヤスとハッツン。これクラウン。あ、じゃあヤスは好きなやつでいいよ。1でも2でも3でも。ドロシーが1で水やで。あ、じゃあドロシーにしたら。あの先生誘ったよ。俺はあれでもいいよ。俺のドロシーも強いぞ。ヒロ。ダブルドロシーにするか。ダブルドロシーしよう。ヤスと俺でドロシーでいいんじゃない？困惑。ヤス困惑。ルドミラ出してダメですか？ん？何？いいよ。それでいいよ。とりあえず。いいよ。ルドミラ推しの。こうしてルドミラを選んだ。別に1、2やったらリターじゃなくてどっちか出せるからいいやろ。どんどん押し早いもがちいいよ。ノホワイトでもまあ2番目には強いよ、うちは。2強って感じやから。それで絶対攻撃だとか。弾処理してくれそう。ああ、そうですね。ただ絶対その時打つかどうかわかんないけど。モダニアがね、めちゃめちゃバーストがいいらしいけど、弾処理。しかもモダニア入れるか、じゃあ。結構長いからな。俺次モダニア出すわ。モダニア兄ちゃんのモダニアも結構強いな。フルチューン。ハッツが一番強いと思う。みんなフルチューンや。モダニアだけはもうすでに真っ先に、あいつがいなんとどうにも話進まんかったもん。でもだんだんでも火力負けし始めてるな、セファンノーやけど。でもなんだっけ、あの、キャンペーンで頼れる場面は多いんですよ。そう。でも、ボスが出た時がね。あ、別のに言ったとしても。よし、頑張る。ああ、分かるか。なんか、いけそう。おお。なぜかクリアしてる。やっぱマシンが多いから。これマシンより。あれ。まあ、クラウンのバリアもあるし。でも、めっちゃもう連打しようか。もういいね、いいね。いいじゃん。俺はハイスコア出してキロで遊ぼう。遊ぼう。よし。ああ、もう一回。ああ、ダメやった。いいじゃん。これ失敗したら痛いわ、飛んでくるわ。何が飛んでくるわ。わかる。潜るよ。はい。
いろいろ起こりすぎてて分かりにくかった。この間バースは3でいいよ。それも火吹いてる時バースしたらこっち攻撃できんから損だから、バーストをするのはちょっと待ってもいい。お、2の人、3の人、頑張って。ズボッコタイム意外と有効なのかもしれないな、これ。え？ああ、惜しい。やっぱ壊しちゃいけないやつ混ざってない、なんか。どう？右端なんで右のやつだけ。3の人。ああ、ごめんなさい。壊せてないショック。潜れよ。引きずるで。おい。あ、はい。頑張るぞ。復興を担当するかだけちゃんと決めとけば、うん、3カ所から出てくるっぽいので、同時にしてくれるなよ、今度こそ。背中ぐらいから出して、いや、分からない。確かにミサイル潰してくれてるから楽じゃん。ああ、ですね。出放題や。あ、すごかった、できた。うわ、カリアちゃん、道に迷ったところ、今カリを追い出すのよ。集中攻撃のときですわ。重いかっこいい。エール来てる。ちょうど消えるな、いい感じや。いいですね。いいね。もう40%当てないといけないから、ヒヤヒヤもんなんだけど。気楽に打ち放題ですわ。いい仕事。いい仕事しただろう、兄さん。腕を引っ張らせる。口に泣くち。ラストぶっ込め。いけ。これ何位だ。これはもう頑張ったからいいやろ。だいぶのだいぶのいた。何位や。一旦解散すっか。見に行くか。ランキング見に行くか。50% 超えればまあって感じ。うん、50% 超えれば。40、やったねー。うん。でかしてでかした。じゃあ、パーチ作って、待っとくで、キロだ、キロ部隊だ、ヒルヤンの大好きな。5人のキロが。5キロ。取り切ってから入ればいい。ゴタロス。ゴタロス。基礎にですけど、ね、そこに。出た。よしよし。すげえな、これ。じゃあ、ね、タロス選べた人から名乗りをお願いしますよ、ちゃんと。一番が赤ですからね。あれ、モンハンのタロスはなんだっけ？カンタロスか。あれか。タロスどこ？タロスどこ？キロどこ？キロ。マジで、マジでキロがわからん。髪緑の髪の。あれ？全然わかんない。アイコンロボだから。バースト3だ、バースト3。やった。バースト 3？ うん。赤タロス。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 ロボットはタロスだから。タロスだよ。タロスに乗ってるキロだから。じゃあ行きますよ。赤タロス。この星さんにしっかりしてんの俺とヤスだけやんけ。だから俺はこの幼稚園児リクエストしたやつが星ないってどういうことよ。しょうがない。どっちかなら僕は3年生を取りますよ。原発してない。ないんじゃん。普通もらえてるはずやけどな、今回の。もらえてるはず。そうなんですね。狙ってはやってないよ。もう、うん。強化分は配られてるけど、それが2択ないな。幼稚園児と2択ない。どっちあげる？いや、ね、いいですね。
フロントフロントミッションみたいなかな。38% とかなった。誰も誰も。もちろん何である。何も。リロードタイムみんな被るから。みんな一斉にリロードし始める。でも。被るがマギ。全員あーっつって終わる。バリアで見にくい。バリアと体で見にくいから。でもバリアめっちゃ張っとるから強いんじゃないか、意外と。あいつが見えない。撃て構わん、撃て。雑魚兵、雑魚兵だよな。みんなリロードのタイミングが一緒なの。一斉に手が通るね。いい家だ。僕はこの動画高評価しますからよろしくお願いしますね。でリロードが間に合わねえから失敗する。こうちゃんと全員でタイミングが。いや、こんなんやり込んじゃあかんて、これ。トタロスを。こうはちゃんと確認するぞ、タロスの潜在能力を発揮するときを。ゴッタロスよ。ゴッタロスよ。ゴッタロスよ。ゴッタロスが5体揃ってゴッタロスでいいじゃないですか。あ、そうないし。平和だな。意外と平和。意外と。でも岩とも。ああ、直撃。一撃やな。岩やべえな。ああ、タロス部隊が。二タロスになった。あ、終わった。一タロス。タロス。頑張って、先生タロス頑張って。あと1分頑張って。しゃあ。300万。弱い。ベタだ。いや、満足。今回ね、今後も続けていきましょう。1レッドフードに負けそうな勢い。1レッドフードに負けましたね。で何、あ、そっか、モダニア使ってみようか。俺モダニアやるわ。ヤスもモダニア、ダブルモダニアする。じゃあモダニア、そうそう、そっちで1、2、1、2よろしく。微妙なリターでもいい。いいよ、一応3凸ぐらいしてるけど。クラウンにしようかな。あの先生自由。出た、自由。自由取ったばっかりの水着。うわぁ。先生なんだかんだで水着だけはちゃんとゲットしてるらしいよ。コロナで苦しんでるくせに。楽しんでる。失うものは多かったけど得たものもちゃんとある。まあまあ、その時はもう一回やれば。位置が落ちたらきついからな。うん、販売。あ、そうだけ頑張ってるんだな、俺ら。準備キロ美味しいと。1バースでもキロ超えるんじゃない。頑張れ、あ、頑張れ、おやる。何キロいくかな、これ。何タロスいくかな。36タロスぐらいいくんじゃないか。うん、なんかわからない。ちゃんとあれやな、着替えてるモダニアだよな。おニューノン。あれ？あ、惜しい。たたたたた。あ、いたたたたた。ここはマット行き。あ、押しやがった。あ、ヒーの台座だから三月。まあこの間街が発生するからさ。終わってからね。
あのせっかくの攻撃チャンスの3を捨ててたらもったいない。今に命じますもん。いやあれやっぱ偽物があるや割っちゃいけないやつあるよ多分今の早かったなさすがに、うん、やっぱ割っちゃいけないあの赤の横になんかグレーあるもんあ白い、うん、あるあらあら全部全部全部やらしいなあメアリーが死んで死んだ死んだキナキャラでメアリー選んでたやんキナやなメアリー水着にやられたか注射バカみたいなキャラのはずなのにあ、まだれでもないみたいな方法がちょっとあ、まこんなん打つかと思って逆に溜めてしまった今意図的にあ爆弾やあれ頭部壊したら炎がキャンセルされますよとしてかもななんか打ってこない、うん、打ってこないよ大体すぐ突っ込んでくるんだよなだからこの時すぐ突っ込んでくるはずなんやけど何往復もするからめんどくせえなと思うなんか全然突っ込んでこないもんね突っ込んでこないあるのかな。はよ、はよ、はよ。ああ、倒れた、倒れた、倒れた。これを壊したかったんや、はよ。うん。モダニアいるから任せていい。あのセクレリはダメージ稼げたのにな。あ、これはでもどうなんだ。あ、でも一応じゃない。ダメ。21タロツじゃないこれ20こんなもんかやったからうやっぱレッドフードは来た方がいいという理論になっちゃうんかねあでも壊せてないもんねうんあ頑張り次第では弾けそうな気はするなでも問題は楽だけどやっぱ攻撃力ねえからなあのマシンさでもマシンガンなんかそう弾幕は張れるけどトータルでどうかって言ってやっぱレッドフードの全然かなわないからさ出てなさそうです、ねうん、そうそうそう雑魚とかそういう弾幕殲滅は得意だけど単体に対するダメージがそんな出ない一人だけいて残りがたくさんレッドフードでみたい、ね、うんそうやったら1のやつら弾ばらまかしてレッドフード2の方がいいしなあ、落ちた。あら。やつが、あ、ヒロヤンが落ちた。逃げた。あ、電波。赤い誘って。重いな。罪がどんどん重くなっていく。タイムアウトあるんや。ヒロ剤と、のんびり見てた。ヒロ剤とログアウト剤と、敵前統合剤と。タロス剤なら受け入れましょう。いい液体してますよ。だよ。あとやりようねえよな。レッドフード使おうか。レッドフード？レッドフードは2で回るよね。3入れても意味ないよね、レッドフード。2人ですか？ムラン、ノワール、レッドフード2行くか。最大ダメージ出るんか、それか。マシンガン部隊がもう、手厚い。ブロノワとクラウン一人とどっちがマシかっていうのは分かんないです。モダニアに任したって次ものモダニアじゃねえから結局その時弾幕来られたらレッドフードじゃさばけんからモダニア2になっちゃうんだよその弾幕封じ係だったマシンガン部隊がやらないそうそうそうモダニアに、ま、
じゃあそれかまた楽して俺がスノーを選んで。いや、スノーは楽だけどダメージ出てねえんだよ。だから弾幕は防いでくれてるけど本体に対するダメージ全然出てねえから意味ないんだよ。 楽だけどね、楽だけどダメ数値は出ないんだよ。何が正解か分からずみんなだんまりって いやだからレッドフードで1、2が弾幕張るのが一番多分一番いい。他に弾幕張れるキャラいないかなと思った。弾幕サウマシンガンのことです。バーストじゃねえぞ手動ででもちょっと設定いってんの、うん、バーストの話ですよね。いやバーストじゃなくてもいいよ、マシンガンでいいよ。通常攻撃で全部バーストで1で全部こう打ち落とせるバーストとかあんまり最初にいいよ。モダニアのスキルを1とか2に求めてねえよ。バーストは全部レッドフード、じゃあルドミラでいいかな、うん、となるとルドミラ兄ちゃんとハッツンがレッドフードでなんだかんだ弱点属性だからダメージが出るはず。ルドミラも3だっけ。うん、だから水のアタック。じゃあ俺と先生で1、2か。うん。それでも先生の自信のある1、2って何になるのっていう。今ってもないんだが。それなりに強い。死なないことが大事。死なないのが大事と。で、まあ最悪死んでもレッドフードができるんで。で弾幕ばらまき系がまあいいんじゃないか説が、それかマシンガンもしくはヘビーガン、まあ、リターとかリタードロシークラウン、うん、クラウン一応俺リター俺もクラウンリターいるから、これはもう一応二突してるし、どっちでもいいよ。先生が好きな方の位置に選んだら逆選ぶわ。よし、パーツ。ルピー。あ、はい。じゃあリター行きまーす。あ、岩崎このランキング大丈夫。岩は全てをぶち壊すからな。ただの岩着技。あれ所属なしが2人いる。なことないぞ。え僕の画面だけですか。うん。ですかね。デッドフードが今、デッドフードになってるな。あ、僕の画面だけなのか。小関、今日現在。あ、もしくは、俺と先生だけ表示がされてるってこと？プリントスクリーン。そうですね。とんかつ2桁になってるのは2人だけです。僕自分以外だと。名前もありましたね。ああ、でも名前は出てるんやね。名前、いや、名前も出てないです。この2人は。レッドフード2人は所属なしの名前もなし。すげえな。アンノーン。まあ、このままやろう。とりあえず、やろう。練習も兼ねて。使用ですよ、ね。うん。たまにそういうことがあるのかな。共同作戦あるあるなんで。問題ないならいいんだけどね。クレーマーディアン。ロザンナ取り上げ罪。おしるこ全罪。罪にしたいだけ。罪が欲しい。お漫才とかやり始めるんでしょ。ガオ漫才。なんかあったかな。ガオ漫才。罪でもないの。あるかと思ってしまった。エグザイル。お、もう罪が入ってなんでも。おい、1何やってんの。あ、すまねすまね。もうエグザイルのせいだと僕は強く言いたい。あ、でもエグザイルっつってもあっちの方だろ、歌の方じゃなくて PC に出た RPG のエグザイルの方だろ。そう、あ、間違えた。あ、よかった。はよはよ、えーし、あれレッドフードに打たせないのかい。あれ、ちなみにルドミラどんな能力なの、バースト。自分の能力をガッと上げるやつ。
これちょっと脱力。一定時間の間、火力を、自分の火力を上げる。レッドが2回交互に打てなかったら意味ねえぞ。やつよ。ルドミラ、俺ら何のためにレッド2でやるかって言ったら、交互にレッドのバーストぶっ込むためのパーティーなのに、ルドミラが横取りしたら、もう片方のレッド意味ねえんで。だって負けないのに。本当か？これは、これを証明するのがちょっとここじゃないって無理なあれだな。これはちょっと水かけ色になるから。どうやって確認するんやろもうこれ。おせえ、もう使っちゃえ。おせえから使っちまって。うん、バリバリ。どっちもするんやろね、本当に。究極操作された方って言い方になっちゃうんやろ。でもなんか、多分最後 DPS 出るんじゃね？出るんやろ。どんだけ頑張る。なんか端っこにね、変なマーカーって、それをしたら多分ピローンって出るはず。でも、でも他人とやってるから出ないかも。それなんか絶対先般がどうこうみたいな話に食らう。まあ、いい話じゃないよね。2番バースト、いやもう一旦我慢がいいやね。これをたバーストよろしく。あれ、出してる。時間切れになった。時間切れもあるからギリギリまでね。でも基本は俺は押さなきゃいけないわけよね、やっぱり。マフに1回でもやっていかない。リゾートするのじゃ。それでこそレッドの出番きた。お、押して押して。よろしく。ボタン小さくて押してみよう。てかやっぱ閉ざせても死ぬんだな、このレベルになると。あの上の上を使ってない。はいはい、できた。意外と仕事いいの忘れてやした。ここが首を抱えていた。いいの分かんないっちゃった。1枚。そしてガスケツ3がね。ザ・ガスケツボロボロパターン。リターは本体攻撃じゃねえと弾幕係やからミサイル狙わんといかんのぞ。全然そのダメで期待しねえ。そんな遠くにいるとき撃てないんだね、これ。目いっぱい上にしても届かん。これ画面立てたら届くかな。ちょっとタブ押して、右下になんかね、グラフがあると思う、マークがある。これ押したら多分ダメージ出る。さあダメージ見よっか、はい、デアンストレットの差を。さあ決まった。画面送っちゃった。いやまあまあ兄ちゃんが見れれば比べれるってことだ。俺が20100000万30万万、3700万、ヤスが2500万。途中で死んでるからな。おお。おお。怠慢させようよ。ちなみに初はね、2200万円ぐらい。俺もずっと一緒に。全然ちょっと俺も良くないかどうか教えて。どれぐらい悪いか。受けた違う。200万ぐらいですね。はいはい。はい。いやいや。まあしょうがない。実は受け止めるだけ。アタッカーじゃないんでしょうがない。まあいいや。じゃあ。俺一回あれにするか。いやもう一回今のでやんない。え、結局3がね、3が回らねえんだよ。だからいやいや、俺1か2になるよ。だからその置物3でいきます。ずっとちょっと出してみせる。タイマーさせましょうよ。タイマーどっちが強いか。お、あ、じゃあ俺、うん、そうね、2のアシストに入る。じゃあ、ハッツン、クラウンでいいよ。ハッツン、1、他の先生とリターで1、どっちが死んでも持つよ。で、ヤスと俺は、まあ、早めの、どっち交互だから、気づいたらオスでいいんじゃないかな。あ、ブースを、ちょっと、バースを打つんですね。いいよ、いいよ。うん。それでゲージ見よう。一回抜けていい俺。いいよ。設定縦にして戻ってくる。横じゃなくて。俺ら横だけどな。うん、いや上が撃てなくてさ、ミサイル見えてても上が届かない。マシンガンだと届かねえだけじゃねえよ、うん、
射程が届かないの。寸前ショットガンとかも多分ダメやね。割とちょっとまだこっちに寄ってくれないと多分もしかしたら。あ、じゃあダメ。あ、じゃあ元々の仕様か。もう届いたら一気にバーってこう崩れる。うん。今回3人乗るから多分。じゃあまた横でやるか。あの先生も落ちた。ほら。ました。キャリター頑張りまーす。中盤でもダーチがバースト気にしながらミサイル壊すってちょっと忙しいな。いやだってもう自分のリターの S か A 連打しときいいじゃん。別にもう見なくていいじゃん。どうせ一番なんだけど。魔法じゃそうは言えへんよ。スマホか。スマホやってない発言だな。オートでやってくれゃいいな、あのな。うん、いや、オートだったら全然やけどな。そこばっかりはね。EX 戦もできんから。まあ、EX 戦もめんどくせえからな。俺もやらめんどくせえからやらあれ、うん、しかもランク高いからほんとイライラしてたもん。抜き打ちじゃあ、いや先生は何先生は1を1で1だね、うん、バースト1を選んでいるやん。ごしてもいいように1のバーストを選ん、まあ、最悪レッドフードでって話かな、その流れは。でも結局詰まるぞ、レッドフードの1出したらっていう。ああ、そうか。戦力の1年以上にしたときそう、先生のプロフィール欄が全部ピルグリムで埋められてて、僕はイライラしてるんです。めっちゃ自慢してるやんけ、とか。俺が持ってないの2体もおるやんけ、みたいな。ドロシーとラプンツェルおるやんけ、とか。おるべー1なんだよな、重要な、どっちも。キャン入りやつやからな。1にはい。いまだにタワーで何の発動もないまま頑張ってるから、ね。まあ、最初2人ぐらいで頑張りよって。無理やと思うけど。それ聞いてたから、それ聞いてたからね、ここが平和に行って頑張れてるんで。さあ、バースト頑張って。あーっと。王国を脅かす者たち。残念だったな、ここまでだ。すべてを終わらせましょう。わーりー、わーらずー。王国を脅かす者たち、道に迷った時も。あ銀河が通り始めましたよ。一番いいところで。ん？お、子供投げて。うわぁ。うん？王国を脅かす者たち、審査のやる気、残念だったな、ここまでだ。すべてを終わらせましょう。はい、この辺からもうそっちの仕事回ったらいいわけです。回る。リロードするで、いいっと。ああ、わりわり。王国を脅かす者たち、道に迷った時は、この辺りを入るのよ。あれも撃ち落とせんな、ボミングみたいな。あれは無理。あー無理。はいはい。あれ？時間切れかな。時間もあると思うんですけど。時間切れも食らう。時間が短いのはあると思う。時間もあるし、よう分からんな。関係者の関係だけど。俺ヒア、そう安に差をつけられるのか。ブリブリブリ。一生いじられるぞこれ負けたら。やべえ、そうなんですか、そんな重いんですかこの勝負。やべえ。いやそんなことないよ。そんなこと。ヒロヤンだけ重い。果たしてどうかな。俺重い。俺重い。重いのは柳でも酔ってるヒロヤンだけ。
迷ってないよ。もうめちゃくちゃ早く出してるよ。シュピッてやってる。いや、ヤナジで迷ってる時のみんな言う、リタのことじゃねえ。え、だから、ね、シュピッと出してる。え、本当に本当だよ。上、上。まあ、来てるよ。撃ってる、撃ってる。撃ってるんだよ。出張、リタ。違う、単にあのエイムの問題で壊せてないの。痩せはちょうど交互に終わるな。これでちょうどお互い同じ発動分だと思う。なんか言い訳できない。どやどやどや、てってれー、てってれー、てってれー、2000万の差が属性有利とは、属性有利とは何度してもう一つ、いやでもあれや、でもこれでゼキがさらにここをレッドフードに変えてやってみて自分を乗り換えたら完全にアウトになるってことだよ。自分で自分の記録超えることになるな。そういうことよ。そういうことよ。じゃあ、やす、レッドフード出すか。うん。あとは変わらずで、スリップで手を抜いたら、ロコットにレッドフード打たなくなるやつの。あれあれ、いや だから、これが最高値なら別にできる、全力出してるからいい。でも、これ、レッドフードを変えて点数が上がったら、押しのけてまで、ブルーアウト。お前っていう話になるから。いるやん、ロード中やで。はいはい、ごめんごめん。画面見てたもん俺。はい、戻るか。もう次からなんかぜひレッドフードでよろしく。レッドフードって言われるように。これでタイマンプレイしたら、あらゆる急に、ああ、当たらないとか言い始めたら。そうそう、やすいつものって言われる、今後。急にバーストしてるのに、あさって打ち始めるやすが。忖度やな。ルトミラ勝たせるための忖度やな。プラスダメやった。魔法あんま出ない。どうなんやろうな。ヒーロー先生がそっといろんな位置を試そうとしている。それでもいいと思うよ。ノイズでもいいと思う。でもノイズだと死にやすいんじゃないかな。狙われるから。ああ。ロハットあるし。パンクです。ノイズステップ未だにあんまできんけど俺。じゃあ、はい、あ、俺が押せないときフォロー頼みまして先生。もうあの自慢げに先に押していただいて結構ですよ。遅いなぁ、全く右手になってきた。遅いなぁとか言いながら、どうしたどうした。おや何なんか急におかしくなって、子供がおかしくなって、直射より副射感とか。これで普通にヤスのレッドフロー負けてもしょっかいな。俺フルチョイスするはずやからな。結構どんぐりまでちゃんとどんぐりまで強化して、ミンさんのレッドフードに勝っても面白いんよね、これネタ的に。そうそうそう、どう転ぼうと面白い。1000万出ちゃいましたって言ったら、あの順位配りに病と称して今後でいなくなるから。ああ、しまった。サンキュー、メンハイでござる。
弾幕よ、弾幕よ、弾幕よ。あの、あれ見る、あれ見るとガードしちゃうんだ。損するわな。あ、わお。いやお。よくった。いけないよ。いけないよ。やっちゃん。なんで余裕のじらしプレイを。これ忖度やな、これ。どうしてもレッドフードを負けさせたい。少しでも時間伸ばして、あのね、数値を下げたい。なぜなら僕のルトミラの方が強いんだから。ビエンド。ここだ。おーっと。はい、遅れました。今出ました。で、そばへ。今出ました。今打ち出した。もう出てます。今出たとこです。めっちゃ揺れてる。嘘つけてください。早くお手入れからみたいな話になる。はい、今向かって曲が、あの角を曲がったとこです。もうつくと思う。見えてねえだろみたいな。なんで見えてんだよ逆にみたいな。今ビッグの駐車場横切ってます。そのビッグで違反だろ。ちゃんと来いよとか遅れてる。そしてヤスがねバースト打たないんですよもう。もうなんかねヤスがね無気力プレイに入っちゃってね。面白い。もうバースト押さなくなっちゃって。もうね、そんなにルドミラに対する愛が重いと押さないレッドフードのバーストを押さずに数値を吸って下げるというね。やっぱリアルしもべなんやない、ルドミラ。深きゆえに。しもべ嬉しいわとか言って毎日体くねらせてんじゃないのかっていう。マクちゃん。マクちゃん、ああいや頑張ってんね、頑張ってね、エイムの問題だよ俺は。頑張ってんだよ。リアンが見える。頑張ってるだけで結果が出てないんだ。エイムばらまきゃいいんだよ。あんな狙っちゃダメだよ。狙ってないんだけど。ちょっと当たる。そうそう、一気に誰かにめがけてくるからそこに置いとけん。ああそういうこと。誰なんかね、誰かを狙って実はねばらまいてるようで誰かにずっと向かってるから、そこが軌道が分かればそこに置いとけばいい。そうそうそう、俺やないか。さあどうや。さあどうや。どうや。まあまあ、まあでもヤスもやるな。なかなかやるな。やがっとる。やっぱこっちの方が強いなぁ。まさか、あれ乾杯。悲しみのやつ爆誕です。結局レッドフードなんや。レッドフードゲーなんや。これ悲しくなって、あの運営に文句垂れるんやない。こんなバランスの悪いゲームはダメだと思うんで、レッドフード消してください。毎回これだと面白くないっすよ。結局レッドフードゲーなんだよなぁ、ボス。水着引いたのにせっかく。あといって簡単にレッドフードに並ぶやつ出しゃいってわけじゃないやろうしね。じゃあ最後にみんなの一番エロいのを出しますか。水着を出したい人もいるでしょ。いいの好きなやつで。いいよ、みんないろんな水着で。俺水着ないけど。大事。夏を満喫。夏満。キロ禁止ね。あ水着どころか着すぎてるだろあいつ。出るかもしれないですね。ビキニ着る。いや、それはその時やろうや。もしくはロボットが着とるんやな。ちょっと着てくる。タロスが少々着てる。一枚に女性用。でも俺いないんだよね、散々言ったけど。水着なしでエロい。あれシンクロリンクしてないのか。全部シンクロさせな持ってるやつ。紫以外全部シンクロさしとる。あの名もないやつら以外は。
あれラフィとかもらえんかったっけ、まあ、去年やってねえかもらえんのか。だからあの 1周年以降だと配られてはいない。意外と入手つらいんやな水着。まあまあまあ、だからちゃんと金かけないとね。うん、ラピとか、ラピは、あ、服だもんね。ただでも俺もらってる。普通にやってたら普通にもらってたはず。うん、あ、メイデンのマシンのものか、あれ、ミッションパスか。うん、あ、ミッション、基本ミッションパスだけど、ラピのは多分普通に、なんかログインボーナスとかでもらえたやつやと思う。うん、初期から頑張ってる人のご褒美やな。マストのダイバーとか出したかったな、自慢げにここで。エロいやろとか言って。やだよ、金かかるの。この絵もね、後で見たいと思います。誰が一番エロいかは、俺が後で判断しようか。で、バーストを打たないのである。あー、忘れる。俺しかいなかった。そうだよ。めっちゃナルが応援してるの、かわいい。かわいい、めちゃめちゃかわいい。かわいい、ペンギン、ペンギン、そして、リロードの時、ナル2号があのマガジン渡してるの。めちゃめちゃかわいい。言わいてぇ直撃。うわ、撃ってたんやけど割れんかったな、攻撃力なさすぎやな。まあ、攻撃力のが問題なんか。さあ、その、え、岩は、あー、死んだ。岩はあれ、岩撃ってんだけど割れんな。あ、アームを壊さないと今は多分。なんでアニスしか残ってないやみたいな。そう、アニスゲー、ダブルアニス。なんでや。幽体離脱。この間のね、イベントでもアニス結局ご飯食わないオチっていうひどいオチで終わったから。体型が変わらない理論なんやったの。あれ、トムとジェリーの歌歌ってたよね、ネオンが。ん？え？あ、よく喧嘩しないんだ。うん。音程違ってたけど。あ、どうやって聞いてないの？うん。さくらがスケーターも出してんな。やつか。やるな。ここに来て愛の深さを見せつける。ここに来て愛の深さを見せつけるやつ。棒のものでやる。おや？もう親だ。あ、でも、野良でもあれ見れるんなら、あれか。国にはなるの。野良見れんのかな、わかんないなぁ。まあまあ、あんま良くないと思うんだよ、この数値って。全般探しになっちゃうから、ね。可視化できるのは絶対いいとは限らないからね。でも、ほら、4人でやってる時は1人、いやでも見れんのかもな。チーム内だけ見れるんやったらまだね、平和やから。じゃあ、やすしめの一言お願いします。え、あ、ちょっとトイレで来ていいですか。ありがとうございました。いいよ、もう落ちていいよ。落ちてどんぶり出してきていいよ。いいよ、もう解散でいいよ。あと俺らはプロレス見て終わるから。落ちる人落ちていいよ。びっくりした。120点の答えやったら、うん、120点やったな。締めお願いしますって、それよりも便所に来ていて。